はい、こんにちは。今日はガムと油揚げの卵同士を作ります。油揚げは、5ミリ幅に、こんな感じですかね、切っていきます。ザク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 です。で、ガムはこの大きさだから、半分に、切ります。別に、まあ、3分の1だろうがそのままだろうが関係ないですけど、こんな感じに切ります。そしたら、鍋に切ったやつらを入れますね、とりあえず。で、まあ、ガッツガッツガッツと入れてって、そしたら、まあ、味付けは、めんつゆですね。めんつゆ。そうですね、めんつゆ、まあ、だいたい、これは3倍濃縮なんで、こんなぐらいですかね。で、次に、砂糖ですね。砂糖は甘いのが好きだから、まあ、2杯、入れて、で、まあ、これを、まあ、水ですね。だいたいこれカップで、まあ、このカップでだいたい400ぐらいなんで、まあ、入れます。で、まあ、そんなにガッツリにならないんで、まあ、麺系の色具合見ながら、こんな感じかなーって。今、まあ、短大育てはもうちょい手はありますね。で、まあ、そしたら次に、まあ、あとはこれを、まあ、火にかけるだけですね。ちょっとあの、カメラを映して、強火でがっつり、まあ、いくんですけど、まあ、あとはこれで蓋をして、やりますかね。で、まあ、なんかカメラの場合はちょっと、まあ、あれなんで、まあこんな感じでいじりながらやってますけど、これで、そう、こんな感じですかね。やりました。したらまだまだかな。で、まあこの間に、まあ蓋しました。はい、蓋をして、で、今からですね、これの洗い物ですね、まな板と包丁を洗います。まあ、狭いんで、とりあえず洗うものをこう流しに入れて、で、食器をまあ洗い終わって置くやつをね、それを今用意して、洗っていきます。そうです、このシルバーのやつも使ってだいぶ経ちますけど、こういう感じにやらないとダメなんですね。場所が狭いんで、やりくりをちゃんとして、やっていきますね。今洗ってますね。包丁とまな板を洗ってるけど、まあそんなに、あの、なんですかね、あの、あれなんですけど、でも結構きっちり、あの、洗いますね。ああ、そうです、出ましたよ。沸騰するまで洗い物、そうですね。はい、まあこれ鍋に蓋がついてるからいいんですけど、蓋がないでやるときは、あの、結構その、なんですかね、狭いんで、あの、結構飛んじゃったりなんかするんで、まあ気をつけて、奥側のコンロでやるか、まあ蓋をするか、で、あまりにもやわかったら、まあ洗い物はしないで、出来上がりまで待ってるかですね。で、まあこんな感じでやってますけれど、今ちょっとあれかな、まな板を洗ってますね。結構洗剤がちょっと、なんていうんですかね、濃縮のやつだから落ちが悪いっすよね。やっぱり触ってて
気になっちゃいますよね。洗剤が毛がちょっとでもあるんじゃないかとかいろいろ思っちゃうんで、まあ入念にというか、まあ結構しっかりめに水流しますね。まあ、これ毎回そうなんですけど、なんかみんなどんな感じなのかなと思うんですけど、まあこういう感じですかね。そうですね。そうやっとできましたね。あと包丁もそうですね。今水で流してますけど、やってます。ちゃんとこれも。これでもかっつうぐらい、水を流してやってますね。ダメなんですね。やっぱりまな板と包丁はとにかくその、まあ、匂いとかが結構残っちゃうから、まあ野菜切った後とかにでも肉切った後とかでも結構残っちゃうの嫌なんで、しっかりめで洗います。でこれ洗い終わったんで、あとは本当に、まあ、今回卵とじなんで、卵を用意するまで、入れる直前ぐらいまでこのまま放置なんで、じゃあしばらく離れます。と思ったんですけど、まあ、カメラの関係でどうなのかなと思って、一応今テストですね。ここでやってこんな感じかな。そうそうそう、こんな感じ。そうですね。じゃあまた後で、後ほど。そろそろ卵を割りますね。とりあえずまあやる前にも一応台拭いて、やっていこうと思います。で、まあ、卵はまあ今回2個使うんですけど、まあ、いつも通り片手で割ろうと思ったんですけど、見せると嫌なんで両手でパチッとこう、そうですね、こんな感じですかね。いつもね、そんなにかっこよくないですよ。誰がやっても同じだと思うんですけど、まあ、卵割ったら、あとは、卵を溶きます。普通ですね、うちは菜箸がないんで普通の箸でやっていきますけど、まあ、そんな気にせず、まあ、うるさいこと言わず、ただ混ぜるだけですね。カチャ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 って感じで、そうですね、まあこんな感じで、まあ、特にこだわってないんで、もう全開入りというか、まあ白身がなくなるまでというか普通に混ぜます。わ、鍋がこんないい感じで沸騰してますね。ここに卵をこう、まあ入れていきます。そうですね、まあ、ちょっとお椀が邪魔で見えないんですけど、まあこんな感じで、まあ、入れてから軽くこう混ぜるというか切るというか、まあ十文字な感じですかね。で一回こう沸騰したら、これで火止めて、であと、まあ、余熱でちょっとこう固まってくるっていう感じですかね。そうですね、こういう感じで、そうか、カメラにちょっとよく撮れないんで、まあこんな感じですかね。やってで、まあ完成ですかね。でまあこれでこう、まあトロトロしてるような感じなんですけど、まあこれで、そうです、美味しそうですよね、ふわふわでね。まあこんな感じですよ。まあ温かいうちに食べちゃいますけどね。以上となります。じゃあすいません、いただきます。
おー。